おはようございます。釣り子 TV です。こんな感じのものが机の上に並んでおりますが、先日開催されたですね、ハイドアップカップということで、千葉県の亀山ダムで、吉田プロを率いるですね、ハイドアップが主催のですね、この釣りの大会ですね、これに出た時の参加賞、これをちょっと開けていこうかなということでカメラを回してみているんですけども、今回動画でも出しましたけども、丸坊主ということで、当たりがブルフラットで1回ポッっていうのがあったかなっていうだけでですね、ハイシーズンであるのに、で周りは結構釣っているのに、丸坊主という非常に寂しい結果に終わってしまったんですけど、ただハイドアップカップっていうのがですね、ものすごい数の協賛メーカーで、参加費2000円なんですよ。で優勝した人はもうおよそ、竿とか含めて15万円相当ぐらいのですね、豪華豪華な商品が、で20位ぐらいまでめちゃくちゃいい商品が、出ていて、でその他にもですね、魚持ってきた人はかなりいろいろもらったりとかできるんですけども、魚釣ってこなかった人もですね、残念でしたっていうことで、めちゃくちゃいろいろ参加賞が用意されていたんですね。まずはこのシマノの帽子、これはですね、魚釣ってきた人は必ずもらえるっていうシマノの帽子だったんですけども、じゃんけん大会で、余ってた島の帽子ゲットすることができたんで、結構この刺繍のね、こんな感じのしっかりした帽子なんですよね。島のキャップも、島のカラーのこの青色、結構いい感じのキャップじゃないですか。まずもってこれが、ほとんどの人がもらえたっていう島のキャップがあって、でこの袋の中、まだ一回も中見てないんです。で当日雨がすごい降っていたんで、少しくしゃくしゃになっちゃいましたけどね、この中にいろいろなものが入っております。じゃじゃんということで、早速見ていきたいと思います。まずですね、じゃんけん大会でこんなベースで昆布のですね、 T シャツね、2つもゲットできちゃいましたね。で両方サイズもすごいいっぱいあったんで、自分のまあ M か L サイズかなっていうところなんですけども、 M サイズが2つ、ゲットできました。これは何か、タイミングで、着ていこうかなと思いますけど、ベースで昆布の、T シャツ2枚、それとですね、あーこれはいいですね、はい、スタッカーワイドの2インチっていうことで、この小型のスタッカーワイドなんですよね。これ海釣りとかですごい使えるのと、あとスモラバのトレーラーとかにもいいんじゃないかな。自分結構霞水系だとこれの上の3インチ以上のサイズ使うことが多いんで、この2インチって実は買ったことなかったんで、ちょっと試してみようかなということで、まずこんな感じ、スタッカーワイドの2インチが入ってました。あとはあれね、バッパ4インチ、これもね、なかなか買おうと思うと、結構関東の釣り具屋さん置いてないことが多いんですね。ストレートワームで線香みたいなんですけども、口のところがこういった感じのカップ形状になっているんで、ボイルした魚とかを直撃するのに非常に効くワームっていうことで、ちょっとですね、これ4インチじゃなかったな、もうちっちゃいサイズの方よく使ってたんですけどね、この4インチはまだ使ったことなかったんで、タイミングで使っていこうと思います。説明が、高速リトリーブ、オーリングアクションをマルチに、こなすベイトフィッシュ系高比重、ポップアクションスティックっていうことで、ワッパーが入ってましたね。まだいっぱい入ってるんですよ。お出ました、スタさんのギルカラー、これスタッガーの3インチですね。琵琶湖のボート釣りなんかで餌って言われてるやつですね、これスタさん。あーこれは嬉しいな。まあちょっとなかなか行けないんですけどね、琵琶湖なんか行った時でタイミングがあったら、これをヘビダン、まあ、ベイトフィネスでヘビーではないのかな、これを
ダウンショットにつけて、ウィードとかに潜り込ましていく、もしくはウィードに引っ掛けたりする釣り、めちゃくちゃ釣れるっていうことで餌って言われてるワームですね。それがなんかものすごい数入っております。これはね、ちょっと琵琶湖に行くときは絶対忘れないようにしていきたいなということで、スタッカーの3インチスタさんがですね、この釣れ線のギルカラーっぽいやつがですね、山盛り入ってる袋がこれが入ってました。すごいな。 あとこれですね、ジョイントのあのプラグのスタッカーですね、4インチって書いてありますけども、これついに完成、スタッカージョイントハード、世界中のビッグバスを魅了してきたスタッカーに待望のハードバージョンが誕生。あのソフトベイトでしか表現できない魅惑的スイムアクションをアイドアップが独自に開発した PE ジョイント製法により、ハードマテリアルボディで完全再現。ジョイント部分から奏でられるアタックサウンドが加わり、さらなるビッグバスの捕獲率がアップ。ソフトベイト禁止のフィールドでの活躍はもちろん、通常のフィールドではソフトバージョンとの併用がですというような、こんな、これちょっと買ったことないんですよね。多分どうでしょう、買ったらまあまあするんですかね。すごいがっちりとしたケースに入っていて、これ PE で、本当だ、 PE でジョイントされてる、かなり柔らかい感じの。最近ありますからね、ハードプラグオンリーのところですね、川口湖とかもそうですけど、そういったところで、どうですかという感じの、このルアーが入っていました。多分このルアー1個で参加費ぐらいするんじゃないですかね。はい、おー、あー、はい、これさらにちっちゃいのあったんだ。スタッガーワイドの 1.5 インチ、これどうなんですかね、メバルとかもそっちの方を狙う感じなんですかね。あれ、さっきのが、これが2インチだから、1.5 インチからあるんですね、このスタッガーワイド。すごいサイズ展開があるのはなんとなく知ってましたが、こんな感じで一番ちっちゃいでしょう、これと、あとはまあその1個上、お兄さんサイズ、両方入っているということで、多分この2枚でだ1000円以上しますよね。これなんだろう、多分2ケース分ぐらい入って、 1.5 ケース分ぐらい入ってる。どうでしょうかね、これも参加しただけでもうめちゃくちゃ、こう言ったらあれですけどね、元が取れちゃうっていうか、でこれに追加してじゃんけん大会とかでも竿とかいっぱい出てましたからね。それと、まあ、来年も実施する、開催するっていう告知がなされてましたので、年々ですね、協賛メーカーの数が増えたり、あとは大会の規模が大きくなってきております。時田ボートさんと、今回は松下ボートさんで借りても出れるよということで、2つのボート屋さん合同で、それで船がギリギリ足りるか足りないかっていう、こういった大きな大会になってきてますんでね。で、まあ、ちょっとこの秋口の少し厳しい、でもあわよくば巻物とか大爆発するっていう、この微妙な時期に開催されてますからね。今回は、結構そうですね、上位の方のお話を聞いてると、ワームできっちりと釣ってきた人が、揃えているっていうイメージがありましたけども、まだこのあと秋が落ち着いてきたら巻物とかなんていう、こともありますかね。3匹何しろブラックバスを3匹釣ってくれば、なかなか面白い、順位に潜り込めるんじゃないかなっていう、大会ですんでね、ぜひ腕に自信のある方は、ハイドアップカップ亀山ダムとかで調べておけば、告知なんか、来年も出てくるかと思いますんでね、どうでしょうかということで、はい、本日はですねこんな感じ、あとこれの島の帽子もありますね。はい、こんな感じで、亀山ダムで開催されたハイドアップカップに参加してきたら、丸坊主だったのにこんなに素晴らしい参加賞が手に入っちゃったよ。こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。